大雨による災害が懸念される時期を前に政府は5段階の警戒レベルの運用を防災基本計画に明記しました大雨の災害時に住民が取るべき行動を分かりやすくする狙いです去年の西日本豪雨では気象庁や地元の自治体から多くの情報が出されて有効に活用されなかったため多くの犠牲者が出てしまいました これを受けて、国の中央防災会議は、防災基本計画の修正をして、五段階の警戒レベルの運用を正式に決定しました。五段階の警戒レベルによる分かりやすい防災情報の提供等の対策を盛り込みました。自治体などが大雨の際に出す警戒レベルは、上から命を守る行動を、 すぐに全員避難高齢者など避難避難方法を確認最新情報に注意と住民が取るべき行動と一緒に発表されます。レベル4ではこれまでの避難指示と避難勧告が同じ位置づけになっています。このことからすぐに全員避難のレベル4が頻繁に発表されることになり 住民の行動につながらないのではないかという専門家の指摘もあります。